俺の勝手な解釈を説明すると、我々ってその出版業界が長いわけじゃない、うん、出版業界にいると必ず燃え尽き症候群で倒れていくやつらが多かったじゃない、うんうん、もうダメになっ て、 って、ね、だから人生って2度3度あるっていう風に書いてるのかなと思った。ああ、それもそうだよ。含むでしょ。含むよ、それも含む。俺はもうそこをまあ、うん、オブラートに包んでるから、まあ、そういう話は書いてないけども、うん、そういうのっていうのはあの、うん、まあ、何回も読んでいくうちに平林さんがそういうのを、うん、あのまあ、言葉ではね書かないけど訴えてるのかなと思って。だそれ逆に、うん、あの負けても苦しい、勝っても苦しいっていうフレーズが出てくるはずだけど、うんうん、勝っても苦しいんだよ、うん、そこで言うとね。そうだね、まあ、じゃあベスト4になったとしても苦しいし、うんうんうん、じゃあこれでチャンピオンになって、うん、社長になったって、うん、きっと社長は孤独だって言われるくらいだから、うん、苦しいんだよ。苦しいんだよね、まあ、うん、だから勝っても苦しいし負けても苦しい、うん、っていうことを俺はなんかこう、うん、俺の根本思想の中にはあるかな、うんうん、その一度きりっていう縛りを持っちゃうとね、うんうん、出版業界で働いてる人間ってのは人生一度きりじゃないんだよね、みんなね。その例えばその出版の仕事やっても編集者ダメになったら、うん、じゃあライターの仕事やろうってなったりとかして、うんうん、ライターの仕事やったら、例えばゲーム業界だったらライターの仕事やった、ライターの仕事やってるうちに今度はゲームメーカーからお誘いが来た、じゃあゲームメーカーで働くって、そういうふうに2度3度の人生が待ってるわけなんだ。そういうのってあの平林さんはやっぱ長い間こういう、ね、仕事してるからこそ見てきてるからこういうの書いてるのかなと思ったっていうのはあるの、うん、俺的には。なるほどね、うん、それはもう多分吉田的な解釈だと思う、うんうん、まあ、俺の勝手な解釈だけどね、うん、それはね、うん、言葉で書いてないからっていう、うん、あ、平林さんこういうこと書いて考えて書いてんだなっていう風に、うん、俺も逆にそれを読みながら考えて読むっていう、うん、今考えて読める人って少ないから。強いて言えば、ね、うん、話混乱するんで割愛した部分っていうのはあって、うん、一度二度とかね、うん、例えばライターだったんだけれどもどっかのメーカーに誘われたみたいな、うん、要はそういう話ではなくて、うん、実は人生はパラレルでもいいんだよね。ああ、なるほど、うん、で、これって本当に、キャリアデベロップメントの専門用語で言うと、うん、パラランって言うんですよ。パララン、うん、パラレルのランニングをすると。はあ、だから自分のアイデンティティが、うん、つまりライターをやってるっていうアイデンティティと、うん、アイデンティティと、うん、一方で、どうしよう、うん、格闘技をやってるっていうアイデンティティと、うん、パラランしてるっていう状態って、なるほど、うん、あっていいわけよね。そうか、うん、なるほどね、うん、だからそれが、パラレルでない、うん、要は会社人間っていうのは、うん、パラランが組めないわけだよね。パラランか、私常にパラランしてるんだ、ね、見つかりついしなきゃいけないけどね。そう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 確かに、うん、あ、なるほどね、うんうんうん、で、だけどそれをなんか2度あるもあるしパラランもあるよとはっていう話にすると、うん、ちょっとコンフューズするかなと思って、うん、考えの中にはあったって、まあ、読みやすく書いてるからね、この本に関して。確かに割愛しましたっていうのは正直なところ。ああ、うん、なるほどね、うん、面白いわ、うんうん、へえ。私は勤め人がね、うん、少しやったんでなんか、うん、読んで、もう今こんなね、うん、吉田さんのところで明日も知れぬようにやってますから、サラリーマンしてたね。まあだから私はまあこれでなんかあれですよね、なんか逆に読んだ後にまあそういう気持ちはわかるけれども、もう私はちょっと過ぎてはいないんですけど、そういうところはまたちょっとまた今のところで頑張らなきゃいけないという時期なんで、またそうなんですけど、それは私は思いますよ、今話聞いて。だからビジネス書って書き方が良くないんですよ。そうだね、ビジネス書じゃないんだよ実は。あの、いい悪いじゃないんですけど、裏テーマはビジネス書じゃないんだよ。裏テーマはやっぱりあの自己改革型みたいな感じになってくるわけだからね。やっぱサラリーマンっていう言い方が分からなくて、なんかそこに一回乗っかってしまった人たちの心が楽になる本って言われると私はすごくすっきりするんですけど、カンフル剤だ、あのそういう考え方して、とりあえず1回目ちょっとあなた毎日こうやって9時5時でやって、まあ競争もちょっとあっただけど普通にこなせるで、なんかつまんないなと思ってる人たちが、まあこういう考え方もちょっとあるんじゃないですかって深く考えたら、さっきいっぱいパラランとか話が出てくるんですけど、そこに至るところのちょっとなんか別にそういうなんかリラックスして、なんかロハスに行こうっていうことまで行くわけじゃないんだけども、うんうん、なんか別に緊張感を持ってもっと楽な方法があるっていうことの入り口の第一歩みたいな感じなのかなと、ちょっと今話聞いて、うんうん、それだったらすごくしっくりします、この書き方って。はい、はい、うん、こういうのって本当はもっとさ、
平林さん語らないとさ、この本わかんないね、うん、さっき吉田さん知り合いがサラリーマン本だ、サラリーマンもわかんないけど、うん、って言って、うん、サラリーマンの方がいい、いりませんって言われるね、うん、今話して全部わかりますよ、うん、そういうビジネス本ですって言われるから嫌な、いらないって言われちゃう、ビジネス本じゃないっていうようなやっぱ自分のことで自己解決を終わらせないようにするための本っていうような部分をもっと見せなきゃいけないよね。